今回の県議選で、尾長知事を支える、共産社民両党など県政与党は、告示前からは3議席、選挙期間中に、現職がお一人、亡くなられたので、選挙直前の数から比べると4議席増やしました。一方、中立派とされる、公明党も4議席獲得しましたけれども、沖縄県では地位移設反対に限っては公明党も反対だとされています。選挙戦の前に、米軍属による死体遺棄容疑事件が発生しました。これに加えて、投開票日当日の5日に、米兵が飲酒運転事故で逮捕されました。再発防止をめぐる日米両政府の取り組みには疑問符がついております。反基地感情が高まる中、尾長知事の県政与党が議席を増やしたことによって、今後政府と県の協議はさらに難しくなると思われます。はい、今回の 県議選の結果が、参院選全体への影響を及ぼすということはなかなか言えないと思うんですけれども、沖縄選挙区に限って言えば、改選を迎える自民党現職の閣僚と、無所属新人の元宜野湾市長の、一騎打ちになると見られております。県内説に反対する尾長知事の県政与党が多数を占めたことによって、夏の参院選沖縄選挙区の戦いは、激しいものになると思われます。